今日、ロシア海軍艦艇14隻が通過したとの情報をキャッチしました。今回は、この宗谷海峡を通過した14隻の艦艇の動きを詳しく見ていきますね。ボストーク22が、カラフトで行われる予定大規模軍事演習に向け移動していたんでしょう。日本へ圧力を。2022年8月20日と翌21日の2日間で、ロシア海軍の総合計で、14隻の艦艇が、オホーツク海側から、宗谷岬を通過して、日本海側へと航行したことが、確認されており、海上自衛隊の艦艇や航空機が、これらの監視任務に従事したと報じられた。防衛省の統合幕僚監部によれば、まず、8月20日の13時頃に、ロシア海軍の駆逐艦や、フリゲート艦から、なる4隻の艦艇が、宗谷岬の東北東の沖合約 260km の海上を通過して、最終的に、日本海に抜けていったとされる。さらに、翌日の8月21日には、ロシア海軍のフリゲート艦や、ミサイル艇等の水上戦闘艦に加え、補給艦や病院戦闘の支援艦艇を含む10隻が、宗谷岬の東北東の沖合約 90km の海上を通過し、前日同様に日本海に出たとされる。これら両日にわたって、宗谷海峡を抜けたロシア海軍の艦艇は、北方領土方面から発して、オホーツク海を清新し日本海へと進出する航路を取ったものだが、その動きそのものについては、今回に限っては、大きな意味は薄そうだ。今年2022年2月に、ロシア・ウクライナ戦争を引き起こして、以後のロシアは、西側諸国と歩調を合わせて、自国への経済制裁を行っている日本に対し、露骨な威嚇行動とも取れる艦隊の航行をあえて行う一幕もあった。ただし、今回の2日間で、宗谷海峡を抜けて、日本海へと進んだ総合計14隻のロシア海軍の艦艇は、この8月末に開催が予定されている、ロシア軍の大規模軍事演習であるボストーク2022に参加するために、移動を行ったとの見方が強い。まあ、このボストーク2022演習の開催に合わせて、あえて今回のようなオホーツク海から、日本海へと前進する航路を取ってみせて、日本に対するロシア艦隊の存在を意識させようとしたパフォーマンスであった点は否定できない。しかし、かつての旧ソ連の冷戦時代と異なり、崩壊後、ロシアとなってからの同国の海軍戦力は、旧式化した艦艇が大半であり、日本やアメリカが取り立てて、脅威と見さすほどのレベルではないことは、周知の事実と言ってよいだろう。ちなみに、今回海上自衛隊では、これらのロシア海軍の艦艇の行動を監視するために、はやぶさ型ミサイル艇の4番艇である、熊高や P3C 哨戒機を派遣して、情報収集に従事させており、大型艦艇を投入することはしていない。はやぶさ型ミサイル艇、熊高は、基準排水量200トン、満載排水量240トン、全長 50.1 メートル。全幅 8.4 メートル、喫水 1.7 メートルの艦隊を持ち、最高速度は44ノットの高速を誇り、大港地方対応一防備隊の所属艦艇である。大港地方対応一防備隊に2008年から配備された熊高は、これまでも今回と同様に宗谷海峡周辺海域において、ロシア海軍艦艇の監視活動に複数回従事した豊富な実績を有しており、日本の北の海を守り続けている。さて、今海藻や海峡を通過したロシア海軍の艦艇が参加すると、おぼしき同国の大規模軍事演習のボストーク2022だが、今年2022年は、8月30日から9月5日の1週間ほどの日程で、
極東方面を主要な実施場所として行われる見込みだとされている。2022年現在のロシア軍は、広大な国土を、東部、西部、南部、北部、中央部の5つの地域に分けて管轄する軍管区制を敷いているが、北部のみは、北極圏を防衛する北方艦隊を前身にしており、少し成立の経路が他とは異なるものだった。これらロシア軍の現在の5つの軍管区で毎年持ち回りにて開催している大規模軍事演習がボストークであり、ちょうど今年2022年は極東地域を管轄している東部軍管区が2018年以来これを担当する年に重なっている状態だ。ロシア軍の東部軍管区はかつてのシベリア軍管区の一部と極東軍管区とを合わせた形となっており、前回2018年に行われたボストーク2018では、総数で30万人規模が動員され、中国軍もこれに参加したことが大きく報じられた。そして、今回のボストーク2022においても主催国であるロシア以外に、中国、ベラルーシ、タジキスタン、モンゴル、そしてインドが参加すると明かされており、その国々の顔ぶれからも、今のロシアをめぐる各国の位置が浮かび上がる。ベラルーシやタジキスタン、モンゴルといった国々は、ロシアと接する近隣国として、また、政治的、経済的に、ロシアの影響力の強い国として、これに参加することは無理からぬことだと、地政学的な見地からは、合理的な行い、なのかもしれない。また、中国も、反アメリカ、反 NATO という姿勢から、ロシア寄りの行動を選択することは、火を見るよりも明らかであり、ロシアなどよりも、経済的には西側諸国との関係は深いものの、今の世界情勢にあっても、その多数に励い、合しない姿勢を示している。個人的には、こうした中で問題であると思えるのは、インドのボストーク2022への参加であり、日本では、インド、アメリカ、オーストラリアの4カ国による、クアッド体制を信奉するあまり、同国のロシア寄りの姿勢を軽視しすぎではないかと感じる。インドが、独立国家として、どこの国の軍事演習に参加をしようが、日本がそれを取りやめるように、強制などできないことは当然ではあるが、故安倍首相が唱えたゆえに、クアッドで、インドが、日本寄りの姿勢を持つと考えることには無理がある。もともと、インドは、軍事的には、旧ソ連、現ロシアとの結びつきが強く、近年こそ、西側諸国からの兵器調達も増加しているとはいえ、主要な兵器の大半を、派旧ソ連、現ロシアからの購入に依存しており、その意味では、日本にとっても、危険性が高い。インドは、どこの国とも、軍事的な同盟を締結することは、しないと表面的には主張してはいるものの、伝統的に、ロシアとの結びつきは深く、中国との国境紛争を抱えながらも、同じく、ロシア主催の軍事演習に参加するという姿勢である。こうした現状を勘案すれば、日本としては、クアッドを理由に、過度にインドに肩入れして、同じ方向を向いていると考えない方が賢明であり、中国を牽制する意味で、部分的な協調を探る程度の感覚の方が現実的ではないだろうか。さて、今回のロシアのボストーク2022をめぐってだが、ロシア国内の軍事的な状況としては、ロシア・ウクライナ戦争で損耗をきたした部隊の補充として、東部軍管区からも、部隊の抽出と派遣が行われており、稼働可能な部隊は少ないとの見方も多い。日本のインターネット上は、こうしたロシア側の状況から、今こそ北方領土に自衛隊を攻め込ませて奪還する好機だと、不謹慎な絵空事を唱える声も散見されるが、ロシアの弱体化を図り、政治的な交渉を進展させるのが定石だろう。旧ソ連の崩壊時には、
一時的にこれと似た状況が訪れ、は、ボマイ、シコタンの二つの島々に関しては、返還の兆しも、なくはなかったため、今回のウクライナへの支援も、これを視野に入れて、臥薪嘗胆の心構えで、先行きを見守ることが必要と思われる。最も警戒すべきは、ロシアが弱体化したはいいが、極東方面の支配権を、今度は、中国が肩代わりすることの危険性であり、経済的に行き詰まったロシアが、中国との連携を強化する可能性について留意しておくべきだろう。